Hello everyone! In this video, I would like to explain in slow and easy Japanese for beginners. If you can enjoy it at this speed, please try the normal speed video. So, move on to today's topic, tatami. Tatami は日本の伝統的な家で使われる床です。いぐさと呼ばれる植物を編み込んで作られています。畳1枚の大きさは地域によって少し異なりますが、およそ1メートル×2メートルで、これが1畳という単位で呼ばれます。約1200年前は畳1枚をカーペットのように移動させて使っていましたが、現代は何枚かの畳を敷き詰めて置いていて、移動させることはほとんどありません。伝統的な日本の家では、居間や個室、寝室などほとんどすべての部屋に畳が敷かれていますが、現代のマンションなどでは個室の一つに畳を敷いて和室と呼んでいることが多いです。最近は畳が全くない家も多いですが、今でも畳は部屋の広さを測る単位として使われています。1畳が約2平方メートルなので12平方メートルの個室であれば、この部屋は約6畳です。24平方メートルのリビングルームであれば、リビングルームは約12畳ですと表現し、これはフローリングの部屋でも使われます。不思議ですね。畳はイグサという自然の植物でできているので、新しい畳からは草の香りがします。和室がある家ではベッドを置かず、畳の上に布団を敷いて寝ることもあります。畳はフローリングに比べて柔らかいため、マットレスがなくても体が痛くなりにくいです。また、天然の植物による調湿効果があるので、寝ている時に汗をかいても蒸れにくいです。畳はとても良い素材ですが、数年経つとイグサがボロボロになってしまうので張り替える必要があります。その上、ベッドやタンスなどの重たい家具を置くと跡がついて傷んでしまいます。フローリングよりも手入れが難しく、
家具も置きづらいため、最近では畳の部屋は減っていますけれども、私は畳が大好きです。特に夏の午後におばあちゃんの家の畳で寝るととても気持ちがいいです。もし畳のある部屋に泊まる機会があれば、遠慮せず横になってみてください。その時は靴を脱ぐのを忘れないでくださいね。 That's all. Could you hear it? Please try the normal speed video too. Thank you for watching. Please thumbs up and subscribe to my channel. 見てくれてありがとね。じゃあねー。